若松の水面を舞台に見応えのあるレースが続く3日目の SG 第63回ボートレースメモリアル。レースは終盤戦に入りました。迎えた予選第10レース、出走メンバーは1号艇群馬の山崎智也、2号艇埼玉の須藤博道、3号艇東京の浜野谷健吾、4号艇静岡の坪井康晴、5号艇山口の白井英二、6号艇福岡の池永太、以上の6人の選手によって争います。関東地区の3選手が内枠独占となりました。今ゆっくりとスタートラインに先を向けます。注目期待集まる陰線勝負は1号艇山崎智也、そして2号線が2号艇の須藤博道、3コース3号艇の浜野谷健吾、後方に引っ張っていく角の内4コースが4番の坪井康晴です。5コース5号艇の白井英二、そして最アウト6コースが地元6号艇の池永太です。予選第10レース枠なり3対3のスタイル、進入コース内側から1番2番3番4番5番6番です。スタート3秒前スタートしました。予選第10レース、さあスリットをのぞかせる2号艇の須藤博道、インから伸び返した1号艇の山崎、一周の1枠インから逃げる1号艇山崎の外、握ったのは3号艇の浜野谷、まくり出しは5号艇の白井英二、バックストレッチ1号艇の山崎先頭、スタートは前提正常でした。気合の陰線見せました1番の山崎智也、その後ろ2番手は接戦、6番4番5番3番4艇が固まった。1周2マークの旋回、さあ2番手握り込んだ4号艇の坪井、内側から回る6号艇の池永、間を割ってくる5号艇の白井英二、2番手はまだまだ接戦となっています。4番の坪井康晴、5番の白井英二、そして6番の池永太、3艇が並んでいます。トップは独走です。1号艇の山崎、2周の1マーク先頭で折り返した、そして2番手6番の池永先行した、切り込んでいく5号艇の白井英二、バックスレッジ2番手は5番の白井が若干のリード、6号艇の池永僅差の3番手、その後ろに4番の坪井、後続は3番の浜野谷、最後方2番の須藤、2周の2マークトップ旋回は1号艇の山崎、2番手5号艇の白井、そして3番手6号艇の池永、上位の体型は1番5番6番、レースは最終周回に入ります。予選第10レース、先頭は人気1号艇の山崎智也、ここスタートは慎重でしたが伸び返しインから押し切りました。気合の陰線披露、1号艇の山崎智也、2番手が5号艇の白井英二、そして3番手が6号艇の池永太です。上位の体型は1番、5番、6番です。この1、5、6、3連単オッズは28倍ちょうどを指しています。待望のシリーズ初勝利に向かう1号艇の山崎智也、2番手5号艇白井英二、3番手が地元6号艇池永太、第10レースまもなくゴールです。1番ゴールイン、5番ゴールイン、6番ゴールイン、3番ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。